教会たちよ、今日月曜日で、教会が私たちにこの長い福音を、宣言してくださいます。この福音には一つの秘密があります。私たちは今週の日々に入るための鍵を渡してくださいます。この鍵が私たちの毎日の戦いのための秘密です。祈り、祈り、兄弟たちよ、祈り。この、失敗した弟子たちには私たち一人一人を見ることができます。まず第一、私、司祭である私、本当に、今日の福音が私を改心に入るように、招きます。強く招きます。もう祈る、真面目に祈るように、もしけど私が本当に相手の運命を大切にしていますか。あなたはお母さん通して、お父さん通して、主人通して、奥さん通して、おばあちゃん通して、おじいちゃん通してなど兄弟通して、あなたにとっては相手、兄弟の救いが大切ですか。ポイントそちらにある。私たちが、そんなに祈らない理由はそれです。あんまりあんまり私たちのそばにいる人の本当の善を大切にしてないから。だから祈りに代わって、祈りの代わりにはいろいろなことをする、話す、そして勧めを与える、叱るなど。けど祈るのは少ないでしょ。キリストが祈りでした。キリストが、キリストご自身が、キリストの、人生、一生涯は祈りでした。福音を読めばすぐわかります。時には、記録されている。弟子たちを選ぶ前、そしてね、なんかパンと魚を増やした時などいつも祈った、いつも目を上げて御父に向かって祈って、そして何かした、そしてゲッセマニ。今日の福音の裏にはゲッセマニの園が見えています。イエス・キリストの悪魔との戦い、悪魔がキリストを狙った、キリストのメシア通しての、メシ出しを壊そうとしていた。だからキリストが毎日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 疲れずに祈った。だから聖パウロがいろんなところでは繰り返していました。切に祈りなさい、どこにいても、どんな状態においても、どんな苦しみにぶつかっていても絶えず祈りなさい。そして東方教会、その、砂漠の巡礼者の祈り、私すみません、神の子である主よ、罪人である私を憐れんでください。もう何回も何回も何回も、一日中心の中ではこの祈り大切、兄弟たちよ。なぜかというと、よく聞いてください、これはポイントです。なぜかというと、相手の救いがあなたと私の改心の関係が、との関係があります。
主人の救いがあなたの関、あなた奥さんであるあなたと関係があります。わかる？息子たち、娘たちの救い、本当の救い、つまり罪から解放されること、その奴隷の状態から解放されること、今日の福音に現れる私たちも何度も何度も経験したその奴隷の状態をから引き上げられるのはあなたの戒心を通るものです。その通りです、兄弟たちよ。もしもしクリストがあなたのうちにおれば、イエスクリストがあなたのうちにいらっしゃらなければ、もうこの話はもう無意味です。しかしあなたはクリスト者、しかしあなたは教会に呼ばれています。あなたが教会の中では信仰の道を歩んでいます。だからあなたには周りの人の救いの責任が当たりますよ。人生が真面目です、兄弟たちよ。私たちは飛んでいるものではない。私たちはあちこちに行ったり、なんか無責任者通して、いろんな出来事に入って出たりするとわけない、兄弟たちよ。あなたがこの若者の福井の若者の経験をしたでしょう。誰でもあなたを救うことはできなかった。もう本当にもうバカみたいな感じ、もう本当に恨み裁き、イライラ、激しい態度いっぱいあったでしょう。そしてその肉欲に縛られて、そして自分を殺そうとしていたでしょう。その経験があると思う。で、教会の中では、教会の祈りの陰で、つまり、クリストと一体となっている教会、花婿であるクリストの花嫁である教会の祈りの陰で、あなたが救われたじゃないですか。私はそうです。そうしたら、どうして私がそれを忘れてしまう？どうしてあなたがそれを忘れてしまう？どうして息子の前に、あなたの結婚の前に、あなた自身の前に、絶望してしまう？どうして、わあ、もう語はなかなかできないの？もう、違いますよ、兄弟たちよ。この福音は、本当に慰めの言葉です。希望の言葉です。今週も、私たちの周りにはきっと、この、悪魔に奴隷されている人と同じような人がいるでしょう。に出会うでしょう。で、あなたには、まあ、どうでもいいという感じではないでしょう、兄弟たち。クリストが私たちに啓示したのは、そのためですよ。私たちが選ばれたのは、塩と、パンダネと光となるためですよ。私たちが救われてももう十分です。もうどうでもいいわ。他にはもうどうでもいいと。言うわけないよ。なぜかというと、こういう考えがあれば、あなたも救われない。救われていても、実際に救われてない。クリストが何でもしましたが、あなたが、ちょっとだけ、解放されて、すぐ戻って、前よりもひどい状態に入っている。どうして？前は多分苦しんだ。前は多分この、福音の若者と同じように、本当に悩んだ。けど、それを、その解放、その自由を忘れるなら、今度の状態はもっとひどい。どうして？悩むこともない。もう本当に悪魔が麻酔を入れてしまう。麻酔を飲んだもののような状態に入ってしまう。すべては私たちに滑る。私たちの顔は私たちの皮膚に滑る。雨のように、もう本当に、これは一番ひどい状態です。しかしそうじゃないでしょう。クリストに取り継ぐお父さんがいた。そして、私が信じない。そう。イエス・キリストは叱っています。
奇跡を頼んだために、叱ったわけではない。叱られたの理由は一つ、キリストが前もってこの時代は信じない、彼を信じないということを分かった。だから叱った。しかし兄弟たち、私たちは教会の中では信仰の歩みを歩んでいます。ね、大人の信仰、つまり 100% キリストに信じて、キリストにしっかり結び、いつも祈りを通して、そして共同体と共に歩むことによって、これも祈りです。基本的な祈り。私たちは共同体のものであるから、祭儀、天礼とかなどに参加しないときには、共同体と共に祈りによって、悪魔に勝つことができる。どうして、二人三人が私の名によって集まった人のうちには私がいるだろうということ。だから、具体的に、集っていなくても、キリストにおいて、交わっている共同体の兄弟が一つになって、キリストがそちらにおります。そして、仕事にいた時には、家族の中にいた時には、神父通して諸教区とか宣教の場にいた時には、キリストの名によって、悪魔に勝つことができます。悪魔を追い出すことができます、兄弟たちよ。これは素晴らしい経験。けど素晴らしいだけではなく、私たちの使命である。私たちはこの新しい一週間に入るのが、この御言葉の照らしによって入ります。戦いに行きます。祈りながら、主よ、私は笑んでください。主よ、主よ、私が改心するように、私に謙遜を与えてください。私が、だから戦いながら、改心しながら、悪魔を他人の心から追い出す。あなたの人生は悪魔払いとなる。どうして、教会の使命、教会の存在は、この世のための悪魔払いです。死を、光、パンダーネ、死ぬことによって、悪魔が、負ける。あなたが、今週、私が今週、謙遜に、相手の罪を背負って、相手のために、キリストと共に十字架に貼り付けられることによって、そして、その十字架のうちに、主よ、彼らを憐れんでください。何もわからないから、私の息子を憐れんでください。息子に、主人、奥さんなどに話すよりも憐れんでください。私と、主人、奥さん、息子を憐れんでください。あなたが何でもできる、私の不信仰を強めてください。私に信仰を与えてください。私はあんまり信じないけど、私を助けてください。導いてください。そういう改心の道を読みながら、謙遜に、キリストに従って、今日、私たちのそばにいる人が照らされる、解放される。そのために私たちが生まれた。そのために結婚した。そのために子供を産んだ。そのために神父になった。人々を救う。お金がないと思う。どうでもいい。健康がない。まあ、そのためにも祈ります。仕事が与えられることも祈ります。けど、本当に人間を苦しませるのは今日の福音にちゃんと現れます。悪魔。だから私たちがこの世から悪魔を追い出すために、キリストのうちに、キリストによって、キリストと共に使わされています。キリストと共にいると、喜ぶ。慰められる。満たされるでしょ。だから、この使命は一番素晴らしい、優れた使命。キリストと共にいる。結婚して、彼に慰められて、彼に喜ばせて、彼と共に苦しみに入って、死まで入って、そして彼と共に復活することによって、悪魔を追い出す。良い、一週間後。